雛形秋子さんはグラビアアイドルとしてデビューし、現在では結婚して女優としても活躍する人気タレントで知られています。今回は雛形秋子さんが告白した大物芸人 X との交際疑惑、村上信五さんとのそっくり説や、めちゃイケメンバーとの関係について見ていこうと思います。雛形秋子のプロフィール、愛称、ひな、本名、雛形秋子、生年月日、1978年1月27日、身長164センチメートル、出身地東京都江戸川区、最終学歴東京都立江北高等学校、定時制中退。所属事務所サンズエンタテインメント。目次、雛形秋子が元彼は大物芸人だったと告白。雛形秋子は村上信五と顔が似ていると話題。雛形秋子と加藤浩次や岡村隆史との関係。雛形秋子が元彼は大物芸人だったと告白。雛形秋子さんは2016年10月8日に放送されためちゃかけるにイケてる今夜ついにガチ20周年ありがたいね今だバカ野郎スペシャルに出演していました。その番組内の20年間黙っていたこと、感謝を込めてこれから発表しますというコーナーで、過去に大物芸人と交際していたと告白しました。司会の矢部浩之さんもびっくりするほどの大物芸人が誰なのか気になりますよね。出演者のナインティナインや加藤浩次さんよりも上の世代が予想されますが、いずれも40代後半で中堅以上の立場になっています。そこで改めて雛形秋子さんの告白内容を文字に起こしてみようと思います。ずっと黙っていたんですけど、結構な大物芸人さんと付き合っていました。引用元、雛形秋子、過去に結構な大物芸人と交際。番組の出演者より上の世代といえば明石家さんまさんやビートたけしさん、志村けんさんなどが挙げられますよね。ただ、どの大物芸人さんも週刊誌がマークしているので有名人同士であればすぐバレると思います。そこで浮上したのが、今は大物芸人のパターンで、交際していた約20年前は大物ではなかった説です。そうです。身近な共演者であるナインティナインの矢部浩之さんの可能性です。雛形秋子さんと結婚した俳優の天野博成、天野浩成さんは矢部浩之さんと雰囲気が似てますよね、有吉ゼミ、より立花さん、天野博成さん。選択への愛がすごすぎる www.pic.twitter.com/j782kmvhmr ファイキ、アットキリア4645421。2019年2月18日。交際相手が誰なのか真相はわかりませんが、二人とも若かったので共演者同士で付き合った可能性も否定できませんね。雛形秋子は村上信五と顔が似ていると話題。雛形秋子さんと関ジャニ∞の村上信五さんが似ているとファンの間で話題になっていました。村上信五さんはファンからひなちゃんと呼ばれているのですが、その理由は雛形秋子さんに似ているからだそうです、時を経てだんだん似てきた雛形秋子と村上信五、www.pic.twitter.com/p0jpbv0y。 サリー、アットマークリョンサリ、2018年8月22日。二人が並んでいる動画を見て気づいたのですが、特に目元のあたりが似ている印象を受けました。念のためですが、二人の間に恋愛関係の噂はありませんでした。雛形秋子と加藤浩次や岡村隆史との関係。雛形秋子さんをはじめとしためちゃイケ出演者には意外なルールがあったと言われています。他番組でめちゃイケメンバーと共演することは禁止。
家族を他の番組に出演させてはいけない。学生服で他番組への出演は NG。引用元、他番組でめちゃイケメンバーの共演は NG。テレビ業界の知られざる縛り。大きな特番以外で他の番組で共演している姿は見かけませんでしたし、家族や学生服姿も見かけた記憶はありませんよね。この暗黙のルールについてはめちゃイケの終了が決定してからオープンにされていました。収録も全員が揃って行われることも少なく、視聴者が思っているほど密接な関係ではなかったそうです。加藤浩次さんはめちゃイケ内でもそれほど共演がなく、最近になって他の番組で共演したことがニュースになるほどでした。また岡村隆史さんにとって雛形あきこさんは好みのタイプだったらしく、ドッキリ企画も作られていました。その後は番組内で雛形あきこさんにセクハラを繰り返す岡村隆史さんのコーナーがあったりしましたが、仕事を超えてプライベートまでは進展していませんでした。岡村隆史さんは加藤玲子さんなど胸の豊かな女性が好きであり、その点からも雛形あきこさんは理想のタイプだったそうです。しかし、加藤浩次さんや岡村隆史さんと雛形あきこさんの関係で言えるのは、基本的に番組内の関係だったことです。プライベートのやり取りも多少はあったかもしれませんが、他の番組の共演者ほど親密な関係ではなかったのかもしれません。むしろ、そこまで割り切ってやっていたからこそ22年も番組が続いたのかもしれませんね。